どうも、けいこチャンネルです。今私が来てるのは山梨県西湖でございます。我が事務所アミューズがですね、この山梨県に移ってきましたということで、まあ、それをきっかけにですね、山梨県を知ってこうというシリーズをですね、このけいこチャンネルでやってこうかなと思います。ということで今日は西湖のですね、なんかいろいろアクティビティがあるっていうので、それをちょっと体験、まあ体験というか遊ぼう。基本的にはですね、足漕ぎ装置がついてまして、みんな足で漕ぐと進むっていう、あのサーフボードでもこういうのでも手で漕ぐやつはいっぱいあるんですけど、はいはいはい、手よりもあの足で漕いだ方が早いので、うん、早いのと持続力があるので、あのここら辺のものをお貸しした方3分乗り切ってもあっちまで乗り換えてきちゃうっていうような感じでやってて、よくの足漕ぎ装置がついてまして、はいはいはい、こういうのついてまして、これ全部こういう風に、あ、それで進むんですか。すごい進むんです。すごい進むんです。で、一番楽ちんで、こういうのに椅子もついてて座って足こうやってます。はいはいはい。安定性抜群なので、赤ちゃんでもおじいちゃんでも誰でもいける。なるほど。こっちがちょっとだけお見せします。はい。こういう感じでやって。帆がついててヨットなんですけど、はいはいはい、これだけはちょっと5分のレクチャーじゃお貸しできなくてそうですよ、ね、あの一緒に乗っていただいてます、はい、あのインストラクター扱いの人とこれだけは一緒に乗っていただいてるって感じです、はいはい、でハンドルは右を握ると右に曲がります。左を握ると左に曲がります。はい、ちょっとだけ大きい部位があるのであそこまでまっすぐ行きます。映えスポットです。最後の映えスポットでました。溶岩だそうです。それじゃないんだぜ。溶岩なんだぜ。今、レクチャーを受けたら喋ってます。すごい出れるのが楽しい。こんなに遠出していいんだ。マイナスが出てますね。自然と気持ちいいですね。一回帰ってすぐこれまた出ましょうか。どうします？大丈夫？やってみましょうよ。やってみましょう。落ちたらもう。あ、何？そこに映ると映ろうかなっていう。っていう、もうなかなか大作戦です。ボードのどっかを持ってください。ちょっともうちょい寄せた方がいい。そうですね、寄せてください。で、僕がこう、ここに持ちます。これうまくいった。これ大丈夫です。いけます、いけます。はい、いったよ。おいしょ。おで乗れるのね、楽っすよね、うん、本当に来たかな。そう、やっぱひと手間ね、あると。本当だ。あんな遠く出てるとここまでなあ。そうそう、レンタルのものにしては随分ね、なんかイメージ的にはなんかここら辺で、ね、そうだ、最後行こう。気軽にね、マジで私服でまんま乗れちゃうので、皆さんもぜひ最後に来ていただいて。